はい、薩摩です。今ですね、清見の選別をしていたところではあるんですけども、ちょっとですね、巣上がりがあるみたいなんで、せっかくなんでね、説明していきたいと思います。はい。はい。まずはですね、この日焼けなんですけども、これはですね、夏場の暑い時期に、直射日光がね、当たって、その部分が高温になって、細胞が破壊されて、こういう風に固まるという風になってます。日焼けです。はい、これがですね、焼けかですね。まあ、やけどしたみたいにただれてるからね、焼けかって言われるかどうかはわかりませんけども。これもですね、これも焼けかです。清見はですね、デコポンの親なんで、デコポンもですね、焼けかが出ます。原因があんまりよくわかりません。ただかなりね、たくさん出るときは出ますね、これが。はい、これですね。綺麗な清見です。ね、傷もほとんどありません。ただですね、若干軽い。ちょっとですね、これ、中身をね、切ってみたいと思います。はい。これがですね、さっきのみかんです。うん。結構ですね、軽い。うん、感覚的に言いますと、消しゴム2つ分ぐらいですかね。そのぐらい軽いです。はい。で、こっちもですね、軽いですね。これもね、このヘタのところは別にして、まあ、綺麗なんですよ。はい。これはさっきの焼けですね。これは重さはもう当たり前の普段の重さですね。で、この焼けはですね、こうなってますけども、中身には影響ありません。はい。はい、それでは、この焼けからね、切っていこうと思います。よし。よいしょ。はい。入ってますね。しっかり。うまそう。ちょっと。これうまそうですね。食べようかな。ちょっと食べますね、これ。清見はですね、やっぱ果汁がめちゃくちゃあるんで、ジュースなんかにもいいかもしれないですね。まあ、作ったことはないですけど。はい、いただきまーす。うん。うまい。うん。清見です。まあ、見た目悪くなりましたけどね。しっかり。はい。あ、せっかくなんでね、この、焼けたところを、剥いてみましょうか。ほら、これ焼けてますね。中身には問題ないです。はい。で、若干軽い。軽いです。切ります。中身は入っているのか。よっ。はい、はい、入ってない。ね。素上がりです、これ。食べかけの清見と、はい、素上がり。こういう風にですね、入ってないやつがあるんで、ね。まあ、購入されるとき、重さを確かめて、購入してみてください。はい。そしてこれが、最初のやつですね。軽い。さっきのより軽い。切ります。さあ、どのぐらい入ってるかな。はーい。はい。やっぱり素上がり。スカスカです。食べれなくはないですけどね。
まあ食べてもパサパサですね、これは。はい、全然違います、こっちとね。あ、もしですね、この焼けかが安く売ってあって外観を気にしないよという方がいらっしゃるのであれば、この焼けかをね購入されてもいいんじゃないかと思います。腐れてるわけではありませんので。はい、巣上がりの原因なんですけども、今年はですね雪がね久しぶりに降りました。で気温も氷点下2度まで落ちました。でこのみかんの中の粒々が凍って破裂して、で、水分が蒸発してこういうふうにスカスカになるということです。いやー、やっぱ結構あったね、巣上がりね。これ軽い、やっぱほら軽いです。これもし購入される場合はね、隣の清見と重さをね比べられてみて購入されるのもいいかもしれません。うん、軽い。はい、ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。以上です。